1連岡大地くん成田西、2連早川豊くん習志野大吾、3連大木千尋くん野田大地、4連江戸雄大くん調子第4通信大会のチャンピオン、そして標準記録を突破している選手です。5連井上海斗くん干潟、通信大会第2位、そして標準記録、全国大会の標準記録を突破しております。6連百代和樹くん明美、通信大会第3位の選手。7連渡辺雄大くん茂原南、8連土地尾博人くん5位、以上の8名、全国大会の標準記録15秒ちょうど目指しまして、決勝のレーススタートです。オンヤマール、あいつまた決勝残ってねえんだけど、本当だよ。ええ スタートしました。共通男子 110m ハードル決勝。さあ中央3人の争い、出てきたのは4レーン調子第4江端くん、さあ追って5レーン6レーン7レーン、向かい風の中です。だけれども積極的なレース、速報です。1着4レーン江端くん調子第4、時間15秒レイ9。さあ2着は5レーン井上くん干潟、時間15秒22。向かい風の中なかなかの記録、そして3着は判定まで時間がかかりそうです。3着は7レーン渡辺くん野原宗美、時間15秒31。そして4着に6レーン百代くんが蹴り、時間15秒32。そして5着は2レーンを走りました早川くん習志野大吾、時間15秒73。6着3レーン大木くん野田大地、時間15秒79。そして7着は外側8レーン土地尾くん、時間15秒85。そして決勝第8位は岡くん成田西、時間16秒12になりました。風は向かい風の 2.7 メートル、正式な対応は後ほど。